右と左で見える海の色を比べてみてください。左右海の色が違っているのをお分かりいただけるでしょうか。こちらなぜ海の色違って見えてると思いますか。はい、今ね少しねちょっと声聞こえてきていたんですが、水深ですね、深さ、海のね深さが違うため見える海の色が違っております。水深が深いほど海はどんどん青く見えてくるんですよ。なのでね、今左手が水深深くなっています。右手はまだ水中の地形見えていますよ。よければね、ちょっと覗いてみてくださいね。次に向かいますポイントですが、マンザコーラルポイントと申しまして、こちらはライセンスを持っている方のダイビングポイントにも使われるところでございます。小さなものから大きなものまで約70種類のお魚たち暮らしていると言われております。またこちらお魚多いだけではなく、ドロップオフと呼ばれる豪快な水中地形になっております。ドロップというのが水深の浅いところから一気に水深深いところへずっと落ち込んでいく地形のことです。この落ち込みが深いところですと約25m 下まで一気に落ち込んでおります。水中の中に高さが 25m あるような大きな崖がどーんとあるとイメージしていただければいいのではないかと思います。一緒にこのドロップオフと呼ばれる豪快な水中地形もぜひご覧くださいませ。海の中にも陸地と変わらないような地形広がっているのを感じていただけるのではないかと思います。水中の地形、崖の一部が見えてきています。